どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングは期間限定のチャリティーユニット2020、略してトニトニのスマイル、こちらの曲をお届けしようと思います。この2020、略してトニトニはジャニーズのメンバーがぐっと集結して、この今のね、コービットのこの応援歌的な存在でこう歌われているということで、なんと作詞作曲は Mr.Children の桜井さんが手掛けているというこの曲を、このウクレレを使いましてガズレレ流簡単までやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半はいろんなリズムとこう抑揚つけたもっとかっこいいバージョンやりたいと思います。さあ皆さん音楽聴くの最高ですけど、やる方がもっと楽しいです。どんどん皆さんウクレレで音楽始めませんか？ウクレレだったら簡単ですということで私やってるんですけど、それを言うとですね、いや私楽器は苦手なんです、不器用なんできっとダメですという声が聞こえてきそうなんですけど、安心してください。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、もう楽器触ったこともない方でもあれよあれよと弾き語り、このウクレレで簡単にできるプログラムがございます。そのプログラムを見ても世界中の方が YouTube で何万人もウクレレで音楽始めてます。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当にすぐに簡単にできますからね。 YouTube ですからいつでもどこでもスマホでも見られるし無料。まず始めてみましょう。じゃあ行ってらっしゃい、ここですよ、行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲、ちょっとずつ毎日毎日こうやってウクレレで簡単レッスン動画として増やしていきます。増やしていきますんでね、皆さんもどんどん音楽始めましょう。そして各動画にはね、かっこいいバージョンもついてるんで、簡単版ができたらかっこいいバージョンでどんどんレベルアップしていきましょう。それではやってみましょう。2020のスマイル、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4。誰かに憧れてる、
身にまとうだけのスタイル、スタイル本当は偽物と分かってて、だけど忘れないで君の笑顔に会える、それだけで生きてけ僕がいる、そう俺に is only smile、せーの、2020のスマイル、ガズレレリューシンプル簡単バージョンやってみました。なんとも言えないこう透明感のある曲だなというイメージで大いに歌っていきましょう。今のはですね、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。フルコーラスでやりたい方、あの、ね、コード進行一緒ですので、あの、自分で3番というのかな、それを書き足していただけるとフルコーラスでできると思いますので、どんどん自分で楽譜作ってってください。そして今の簡単版と一緒に YouTube とできた方も、やっぱり紙に書き出してご自身だけで演奏できるようになるのが素晴らしいと思います。その時の参考になるように、いつもガズのねノート、いつもこれを見ながら私演奏してるんですけど、これをですね、今日2枚に当たってますよ。結構ボリュームあります。これをですね、こうやって画面に映して、これ参考にしてくださいと言ってるんですけど、ただいまこのサービス始まりました、ガズクラブ。毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この最新楽を含む、ガズが今まで取りためてすごく膨大な曲のリストの中から毎月5曲お選びいただいて、この楽譜のノートの楽譜データがダウンロード5曲できるという画期的なサービス。今日のこれもですね、明日か明後日ぐらいにはもうゲットできるというスピード感でございます。はい。でこのガズクラブはですね、あの5曲のダウンロードの他にもガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信というのをやってまして、月に2回やってます。次回は9月6日、次はスピッツ祭りやります。もうね、500人以上のメンバーもうすでにいますからね、そこでもうオンラインでめちゃくちゃ大合唱してもう盛り上がってます。あとそこのね、ガズクラブに入ってもらうと、そこで SNS が待ってて、いろんな質問にガズが答えたりだとか、いろんなテーマを持ってみんな演奏動画アップロードしたりとか、朝7時からですね、ガズがね、ガズラジオと称してラジオ配信もしてやってますよ。はい、ガズクラブよろしくお願いします。さあ、バッと見せていきましょう。これね、ちょっと見てもらうと、今日これ今イントロなんですけど、くるっと囲ってる下に書いてあるやつは後半やるかっこいいバージョンで使うコードなんですよ。で、結構かっこいいバージョンと簡単版でコードが変わってくるので、そこをちょっと注意しておいてください。で、今のシンプル簡単バージョンはこの上の段をやったんですごくシンプルですよね。はい。一時停止してメモってくれるか、あ、ください。メモってくれるかだって。メモってくださいということと、あと、動画のテロップを一時停止していただいてメモってもらうのもいいと思います。はい。これちょっとより細かく見たい方は、あの、ガズクラブでゲットしてください。この点でね、ガズはタイミングを測ってるんですよ。わかりますかね、この点。まずね、ここ、昨日の暴風、昨日の暴風で、この点ね。はい。これでタイミングを測ってます。はい。こんな感じです。ちょっと見慣れないコードもね出てきちゃうんですけど、はい。でこれもちょっと後で解説しますけど、ここ感想もちょっとあえてここにね CAUG という C 大きめで、これ初心者コードではないんですけど簡単なんで、まあ後で解説します。ちょっと気づいた方いると思いますけど、はい。そしてこっちに流れていきます。これはですね、もうサビも本当すごく長く繰り返すんですけど、ガズレレリオリジナルアレンジショートカットアレンジなんで、フルでやりたい方はね、これコード進行参考に、どんどん書き足していってオリジナルを確認してくださいということです。でこれ最後エンディングなんですけど、前奏とエンディングはシンプル簡単バージョンを長さ半分にしてますということです。はい。じゃあコードの解説に入っていきましょう。見て、結構コードは多いっす。でも安心してください。この赤いやつは後半やかっこいいバージョンで追加されるんで、今はとりあえずここをやってみますね。読んでいきます。CC7Am FDmAm7G7Em7 プラス CAUG オーギュメント、これちょっと後で解説しますね。で今こう映ってるこのコード 1234567 8個だな、この8個のコード、これはですね、安心してください皆さん。入門コードのグループドン、これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレでね音楽を始めようと思って皆さんに一番最初に覚えてもらいたいコードのグループ、コードっていうのはこういう
音の要素なんですけど、これね、星の数ほどあっても数え切れないことも本当あるんですよ。でもそれちょっと大変だなと、どうしようってなるんだけど、安心してください。このガズレレ必須コードというのは、ウクレレにとって超便利な10個のコードのグループでございます。この10個のグループ、10個もあるのかと思うと思うんですけど、ちょっと聞いてください。もう10個覚えておいたら、もっとね、世の中の曲って基本これでいけちゃうじゃんっていう夢のようなコードのグループなんですよ。でね、これね、ウクレレにとって都合がいいんですよ。これはですね、ピアノとかギターではあんまり都合よくない。ウクレレはね、特殊な楽器でね、この10個の覚えておくと結構大丈夫っていうのがあります。まず最初にこれを覚えてもらう、これがまず初心者の入り口だと思ってください。だけどね、10個ですよ。10個ったら結構あります。でもね、よく見て1個ずつ見ると、これも1個のコード、これも1個のコード、これも1個のコードって感じで、もう今3つですからね。こんな感じで簡単なんですよ、1個ずつは。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説しています。ここにリンク貼っておきます。この動画必見です。これを見たらね、10個のコードスイスイスイと頭に覚えられちゃいます。今日はこのガズレレ、必須コードの中から8個出てくるということですね。もう全部覚えちゃいましょう。これでコード覚えていきましょう。はい、それではですね、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、あ、もう1個コード忘れてた。 CAUG さっき言い忘れてた。これ簡単なんですけど見慣れないね、ちょっとここに貼っておきますね。ここに貼っておきますね。まず押さえる場所、こことこことね、あとここなんです。こういう風です。はい。たまに出てますよ。これ簡単でしょ ?C のとこと4弦の一番上の4弦の1フレット。はい、これ。どうやって使うかというと、C、A、G、C、A、G、A、Am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 、
入れましたというんです。はい、今のがシンプル簡単バージョンのあの解説なんですけど、まずね、これやっぱ歌のね、これムード、ちょっとリズムの入り方、言葉の入れ方、結構これミスターチルドレンの桜井さんの曲ですから、独特の英語っぽいタイミング言葉が入ってくる。ここ結構キーポイントでございますね。これでまず4つ弾きで、その歌をね、こうしっかりこう自分のものにしてから後半のかっこいいバージョンに入っていきましょう。じゃあここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。こうかっこいいバージョンはまたコードがねちょっと追加されます。さらにかっこいいコード、これはですね、じゃあどんどんいくんですけど、このね、まずじゃあ上からいきましょう。 F 星、この星っていうのはこっちにも出てくるんだけど、これコードネームちょっとよくわかんないんだけど、ガズ的にこれいい響きだなと思って、なんかコードネームもわからずに押さえてる、いい響きの感じと覚えておいてください。これね、 F 星っていうのよく出てくるんですけど、あのね、 F と C を同時に押さえたっていう風に覚えておくといいと思います。はい、 F 星はまず押さえる場所、ここ F でしょ、 C ここでしょ、これを同時に押さえる。だからこうかこうかの、ガズは小指で一弦の3フレットを押さえます。これはね、はい、こんな感じでいきます。そして、これね、今出てきてるこの3つってね、あのイントロでっていうかメインのところで出てくるコードなんです。これはちょっとね、一回予習するけど、次 C の小文字で ADDQ って書いてある C アドナインスと呼びます。これも超簡単、 C のところと3弦の2フレットです。いいですか、C のところと3弦の2フレットとここだから、こことここですね、つまりこうです。はい、これ C アドナインス、はい、簡単簡単、これね安心してください。で次のがちょっとね、これはね、あの僕も初めて押さえるコードだけど、これ僕が拾いました、あの耳で聞いてこの音がいいなと思いました。多分 C マイナーのなんかダチャラチャンチャンって書かれると思うんですけど、 C マイナー星ということにしました。ちょっとあのコードネーム正確なの分かんなくてごめんなさい。そういう時に星って出てきますからね。これよく見るとね、これ面白いですね。 G7 のこの1弦と3弦が1個ずれたみたいなイメージですね。ちょっとやってみましょうか。まず押さえる場所、 C のところと、あとこことあとここだから、ちょっと離れてるんだよ、ここが。本当の G7 ってこうじゃん。 G7 のこれとこれがこっちにずれたって考えるといいと思う。そうするとこういう響き、なんとも言えない筆跡な響き。これね、今紹介したやつイントロで全部出てくるんですよ。ちょっとテロップ見てくださいね。こういうふうにずらずら書いておきますけど、コードもいきましょう。ワン、ツー、スリー。今は4つ弾きで、ここで C を押さえたまま F を押さえて、今度は C アドナインスいって、次が C マイナー押し、いい響きですね。これ C から F 欲しい、次 C アドナインス、次が C マイナー欲しい。これがこの C マイナー星的なこの響きがこの曲の結構キーポイントかなというふうに思います。これをですね、 A メロのところで使っていく、イントロとか A メロとか最後のエンディングで使う、このかっこいいコード進行をゲットしましょう。そして弾き方なんですけど、前半部分はアルペジオなんですけど、普通のアルペジオとちょっと違う感じの、ちょっと8ビットっぽいノリがある、あのアルペジオという感じの表現がいいかなと思います。ちょっと C でやってみましょう。そうするとこうなります。
こんなイメージ。今までの基本的なアルペジオってこんな感じだよね。1、4、3、2、3、1、3、2、3、今言ってる弦の数字ですからね。1弦と4弦同時、3弦、2弦、1弦、3弦、1弦、こんな感じでやってたんですけど、今回8ビートっぽいやつでやると、タン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 、これが基本。1、4、3、2、1で伸ばして2、3、はい、1、4、3、2、1、2、3、ちょっとイントロやってみましょう。この弾き方でせーの、かっこいいね。はい、これでいきましょう。アルペジオなんだけどちょっと8ビートっぽいっていう風な表現になると思いますけど、はい。そして、サビではですね、ね、言ってたことなんかトンツトンツタットンツトンツタッツって、これね、これは8ビートのチャが半分というリズムです。最近ちょこちょこ出てきます。ちょっと C でやってみると、ジャンジャジャンジャチャ、ジャンジャジャンジャチャ、はい。で、後の方のサビでは普通の8ビートのチャも出てくるんで、普通の8ビートのチャと、チャが半分を比べてみましょう。まずは8ビートのチャが半分から。チャチャ、これ8ビートのチャが半分でしょ。次普通の8ビートやりますよ。はい。また半分にします。わかった？はい。じゃんちゃっちゃんちゃちゃっちゃんちゃ。これが8ビートのチャで、半分はじゃんじゃじゃんじゃちゃっちゃ。こっちの方が大きい、スケール感が大きいような感じのね、半分の方が。そんな感じのリズムでやっていこうと思います。つまり整理すると、アルペジオ、かっこ8ビートっぽいやつ、プラス、8ビートのチャと、8ビートのチャが半分。一応この3つのリズムでやってみようかなということになります。あと、ちょっと伸ばしたりするところアルペジオと混ぜたりとかね、そんな表現もあると思うんですけど、これでちょっとリズムやってみようと思います。そしてですね、この曲、このマーク出てきますよ。この矢印マークは、ガズレレのオリジナル表記で、シンコペーションというリズムがスコーンと前に突っ込んでくる。そのリズムが出てきますよというガズレレオリジナル表記です。ちょっとどこで出るかというとね、サビで出てきます。やってみましょう。ワン、ツー、泣いてたことなんか忘れるくらいのスマイル、スマイル。今の A マン A7 の時にスコーンと前に来た。もう一回、忘れるくらいのスマイル、ダンダダンダザッダンダダダンダ。リズムがコーンと前に入ってきました。その次のブロックのところでも、明日の今頃は陽気な歌でも歌っていい。ポンときましたね。これがね、サビの中で入ってくるんで、このシンコペーションマークチェックしといてください。このような流れでこの曲スマイルやってみようと思うんですけど、この歌詞をやっぱ読み込んでね、いただいて、スマイル、やっぱりね、笑顔で前に進んでいこう、こういう元気の出る、勇気を持てる曲だと思いますので、そのエネルギーも音楽に込めてですね、演奏してみようと思います。それでは行ってみましょう。2020のスマイル、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます。1、2、3、4。明日の今頃
誰かに憧れて身にまとうだけのスタイル、スタイル本当は偽物と分かってて、だけど忘れないで君の笑顔に会える、それだけで生きていけよ、もう帰る、そう All in here is only smileのスマイル、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。前半のあのアルペジオのものこうかぼそい糸を紡ぐようなところからサビにドーンといく感じ、こういう抑揚がまたついてね、またやっぱりこうリズムとこうね音量のこうなんていう駆け引きみたいなのもこう加えて、このさらにこの歌詞のね内容をこう盛り上げていけるように、そんなイメージでやるのがねいいと思います。元気持っていきましょう。さあ皆さん、この音楽の楽しさ十分味わっていただけてると思うんですけど、今度はですねその楽しさ周りの方にもぜひお伝えください。ウクレレって簡単で楽しいよ、ガズレレ YouTube 見てたらすぐできるよとか言って、このガズレレ YouTube チャンネルもねぜひねご活用くださいね。はい、チャンネルにいいねだとかチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。さあ皆さん、お知らせなんですけど、このいつも使ってるガズのわがままウクレレ、つい先日3月21日に事前予約注文再開したんですけど、ああありがとうございます、完売いたしました。事前予約注文分はありがとうございます。皆さん本当に、ご購入いただいたよ、ご予約いただいた皆さん、今心を込めてベトナムでねもじゃく並べに G ラボスタッフが作っておりますので、今しばらくお待ちください、よろしくお願いします。で今回買えなかったという方ももういらっしゃると思うんですけど、来月多分またあの月に1回ぐらいねこうリリースできるように今、向かってますんで、またあの次のアナウンスをぜひともお待ちください。あとねもうガズレいろんなことやってるんですけど、さっきもあのご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、まあ、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですねこんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはちょっと思われないというのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットーミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。